新かまいたちの夜、続きをやっていきますが、実はちょっとなんかショックなことが起こりまして、ここの選択肢で、雪乃ちゃんが、食堂に飛び込んできたんだけど、そこでこの妖怪が何か、まさか妖怪か何かが現れたのでは、嫌な予感がしたを選んで進んでったら、赤い座敷わらしが出たりして、超怖え怖えって思ってて、あれポポリンはって思ってて、そしたら、ちょっと見てください。このね、フローチャート見れるんですけど、ここが慌てる雪乃っていうこの選択肢で C を、妖怪じゃないか何かが見たのかみたいなのにしたら、これね、分岐しちゃって、この妖怪編っていう方に移動しちゃったらしいのです。どうやら。だからあんな怖い、急に怖くない怖い、何何ってなってしまったので、このまま妖怪編を、もうポポリン編やめて、妖怪編に行こうかなとも思ったんだけど、でも、収集欲求が満たされないので、ここでもう一回こっから、ポポリン編の分岐のままで、一応、その紙切れを集めていきたいので、ここからやります。なので、前回は若干妖怪編です。若干というか、ほぼほぼ妖怪編の、多分最初なのかな？ここで分岐するってことがね。なので、ここからやり直して、最後までポポリン編をやりたいと思っています。もし、なんだよ、妖怪編やっちゃったのに、なんでまたポポリン編もなんで、てめえって思う人は、ちょっと飛ばしてください。なので、これかな？これかな？まるで人殺しの現場でも見たかのようだ。急に落背ち筋着いがて、寒雪く乃なっちゃん。た。どうしたの？京香ちゃんが遠くから声をかける。雪乃ちゃんの格好はペンションへ来た時と全く同じだった。カーディガンみたいの着ているってことだね。寒がりなのか室内にもかかわらず、カーディガンのボタンはすべて止まっている。ちゃんと。お風呂に人が倒れてて。ああ、やっぱり違ったんだ。前回ここで妖怪にしたらもう違うもんね。お風呂に人がじゃなくて何か変なものがみたいな感じで大森氏が現れちゃったのもね。ここら辺は、でもあれかな？第1回目のミステリー編とお同じ風な呂？のかな？お風呂上がりなのか、雪乃ちゃんのおかっぱ頭はしっとり濡れている。救急車を。あ、これは殺されますね。殺されてますね、やっぱり。雪乃ちゃんは窓を見た。で、窓を見てビビるんだよね。で、倒れ、やっぱ倒れた。そうだね。じゃあ、ここも同じ。ちょっと飛ばしながら。違う違う。死んでないよ。気絶だよ。さとみちゃんが悲鳴を上げる。体調悪かったから。そうだ、ナー気スをの失って卵まちす。ゃん。熱もちょっと高いみたい。熱出ちゃってたんじゃん。カイトがおでこ触った時熱はなさそうだって言ったけど、あったんじゃないの？手慣れた様子で脈と呼吸を確かめる。念のため病院へ連れて行った方がいいだろう。鵜飼さん、車を出してもらえるかな。はい。鵜飼さんが厨房から出てきて、雪乃ちゃんを担ぎ上げる。ああ、また変に分岐したくないな。僕も行きますが、前回じゃないや、一番最初に選んだ選択肢か。救急車を呼びましょう。この吹雪の中、車を出すのは危険だ。僕は救急車を呼ぶことを提案しましょ救急車を呼びましょう。う。危険だ。呼ぶことそうを提ですね。案した。では明日に救急車を呼びます。これ、鵜飼さんね。それにしても。池谷さんは怪訝な顔で窓にどうい近うこづいとだ。た。
何が。池谷さんは窓の外を覗き込んだ。どういうことだって、どういうことだ。しかし外は真っ暗で何も見えない。その子何に驚いたのかしら。ああそういうことね。あなた誰。そうだね、窓の向こうじゃないんだな、知ってんだな。あここも、A は彼女何を見たのかな。僕は京香ちゃんに尋ねてみた。いやそれより早く風呂場に行ってみなければ。ちょっとじゃあこっち選んでないんで、こっちで。彼女何を見たのかな。僕は京香ちゃんに尋ねてみた。あなた誰って言ってたよね。ということは誰か人の姿を見たってことよね。そうだね。でも僕はそこで言葉を中断してしばらく考え込んだ。京香ちゃんがもどかしそうに聞いてくる。でも何なの、気になる。もしかしたら、いやそんなわけないか。何を思いついたの、カイトは。またサンタクロースじゃないかとか言い出したんでしょう。僕は自嘲気味に笑った。何なのよ、気持ち悪いから言ってよ。いやふとさっきの赤い人影のことを思い出して。ああやっぱりそうか。ああ京香ちゃんも暗闇にちらりと見かけたあの姿を思い出したようだ。それと座敷わらしで妖怪のことも。座敷わらし、縁起のいい妖怪のはずなのになぜだか狂気だった。でもそんなわけないよね。座敷わらしなんかいるわけないからね。あこれちょっと強化っぽく言っちゃったらカイトだったんだこのセリフ。僕はそう言って無理やりに笑った。そうだ、それよりも早く風呂場に行った方がいい。お風呂で人が、早く救急車。雪乃ちゃんはそう言っていた。誰かが浴室で倒れているのだとしたら大変だ。倒れてるんですよそれが。僕は食堂を飛び出した。後ろから京香ちゃんと池谷さんもついてくる。あここで、ここでお前の登場だったのか。お前ちゃんとした格好してんね、普通の。あれ着てないね、変なやつ、変な鳥みてえなやつ。あれご飯の時間じゃないの。階段から大森くんが降りてきた。あくびしながらのほほんと聞いてくる。いちいち説明するのももどかしい。僕はそのまま女湯ののれんをくぐった。大丈夫ですか、大声で叫ぶが返事はない。未だ姿が見えないのは最初に来た赤木恵美だけだ。浴室で倒れているとしたら彼女以外にない。赤木さん、名前を呼んだがやはり応答はない。もし心筋梗塞か何かで倒れているなら一刻も早く助け出さないといけない。しかしこのような非常時でも女湯の扉を開けるのはためらわれた。もう何やってるの。もたつく僕を押しのけ京香ちゃんが引き戸を開ける。わっ、僕は反射的に視線をそらした。あれ誰もいない。そう吐いて、そうつぶやいて京香ちゃんは奥へと入っていった。池谷さんも後に続く。ならば僕も行くしかない。ねえねえ、なになに、どうしたの、なんかあったの。あこれ大森氏ね。しつこく尋ねる大森くんを無視して恐る恐る扉の向こうへと足を踏み入れる。えここって女湯だよね、もしかして中へ入っちゃうの、それって犯罪じゃ。ちょっとやかましく騒ぎ立てながら大森くんもついてくる。ちょっと興味湧いちゃった女湯に。何、あ鬱陶しいことこの上ない。僕はあこれもまだ出てきてない選択肢なんだ。完全に無視した。うるさい、うるさいって言おう。もうお前黙っとれ、何も知らないで。うるさい、大声で一喝すると大森くんは目を丸くした。脱衣所に人の気配はない。大森くん黙った。大森氏立ち尽くしてる。脱衣かごもどれも空っぽだ。お風呂場にもいないよ。露天風呂があるって看板師さんが話してたけど。まさか表は猛吹雪だよ、誰も外へ出ようなんて思わないってば。だが一
人が倒れているとしたら、あそこを、あとはそこしか考えられない。奥の方から池谷さんの声が聞こえた。一応露天風呂も調べておいた方がいいな。それを聞いて僕も勇気を持って浴室へと進んだ。おお。あれ？ここもなんか、あれ？ここを調べる必要はない。せっかくだから、うん、せっかくだから、観察しよう。よく、よくね。よく観察しよう。女湯。女湯をよく観察します。女湯に入るなんてチャンス、めったにあるもんじゃない。ほら、ちょっと横島な気持ちでいるよ、この観察は。僕はあたりを見回した。おーおーおお、またこれ、あれだよね。きっと髪を見つけないといけないよね。女湯。女湯の、でもこれさ、多分だけど、ここは絶対髪はないよね。この、この中はね。あるわけがないよね。ということは、おお、下にも行ける。ということは、ちょっとぐるぐる。このあたりじゃないか？この、こっちかこっちじゃないか？他ないよね。髪がありそうな。鏡の裏は見れないしな。ちょっと、ここを調べまーす。えい。浴室の隅に、手桶が重ねてある。あ、もしかして椅子の方かな。どっちだったんだろう。僕は一番上の一つをひっくり返してみた。これ、正解のやつじゃない？すると、よっしゃ来た、よっしゃ来た、よっしゃ来た。ちょっとすごいんじゃないこれ。ちょっと褒めてほしい。褒めてほしい。手桶の中に手書きの原稿用紙。なんでなんだよ、でも。湿気でもうビロンビロンになっちゃうでしょ。イエーイ。てるるりん。やったね。見つけた。池谷さんはガラスに顔を押し当て、外の様子を伺っていた。またこれ、内容は読まないのね。でも、これ結構集まってきたんじゃないの？これ。彼の真似をしてガラス戸の向こう側を見る。降り続ける雪の向こうに柔らかな光に照らされた岩風呂が確認できた。真っ白な湯気が天高く昇っていく。特に異常はなさそうですね。だといいが。池谷さんは険しい表情を貼り付けたままガラス戸を開いた。ここもなんかある？いきなり激しい吹雪が体に吹きつけてきて、みるみるうちに僕も池谷さんも真っ白になった。まともに目を開けていることすらできない。両手で目の上に日差しを作り、薄目でじっくりと人影を探す。いやー、すごい雪だ。雪。あ、これはあの方のセリフだ。うひゃー、すごい雪だ。雪目ちゃんでも出てきそうだな。事情の分かっていない大森くんが歓声を上げる。おそらく雪目ちゃんというのはアニメの登場人物なのだろう。あれ、雪目っていたっけ？あの3人のうちの誰かに。あ、覚えてない。水木ポポしか覚えてない。降り積もった雪に乱れた様子はなかった。雪が降り続いているとはいえ、誰かが歩いたなら多少の、痕跡は残るだろう。つまり誰も露天風呂には来ていないことになる。あの女の子寝ぼけてたんじゃないのか？戸を閉めながら池谷さんが言った。あるいは何かを見間違えたか。あたりを見回す。置いてあるのは備え付けのシャンプー類と風呂桶ぐらい。人と見違えるようなものは何もない。ねえねえ、何？もしかして、あ、これはあれだ。ねえねえ、何？もしかして妖怪でも現れた？お前はどうしても妖怪編に行きたいらしいな。ちょっと待て。前回間違って行ってしまったではないか。お前のせいで。大森くんがはしゃぎ声を上げる。あるいはそれが真実かもしれないと思った。あれ、これまた行っちゃう？妖怪編やだよ。釈然としない思いを味わいながら女湯を後にする。おい、うん、この後行かないでほしい。ああ、この感じね。解放されていた。神林夫妻もそれを心配そうに眺めている。浴室に誰もいなかったことを報告すると、誰もがほっとした表情を浮かべた。
濡れた髪を気にしながら池谷さんが声をかける。彼女の容態はどう？まだ気絶したままなのかい？いえ、一度目を覚ましたんですが、精神的ショックが大きかったのか、錯乱したように大声で泣きわめいて。みゆきちゃんはそこで言葉を濁し、ちらりと看板さんの方を見た。素人判断で申し訳ないが、私の持っていたマンドレインを彼女に注射させてもらったよ。あ、そうだ、この人眠れないからなんか、そういう、あれだね、の持ってるんだね。そうだ、そうだ、そうだ。本格的なマンドレイン。精神安定剤だ。役に立ってよかったな。効果は絶大でね。彼女すぐに眠ってしまったよ。大丈夫なんですか？検査もせずにそんなものを注射するなんて。京香ちゃんは不安げな顔を見せたが。副作用のほとんどない薬だから安心したまえ。精神安定剤ってそんな副作用があんまりないのってあるん？すごいありそうだけど。事実、気持ちよさそうに眠ってるだろう？神林さんは悪びれた様子もなく平然と構えている。確かに雪乃ちゃんの顔色は随分と良くなっているようだった。多分心配ありません。脈もかなり落ち着いてきましたし。雪乃ちゃんの手首に指を添えながらみゆきちゃんが答えた。それでようやく京香ちゃんも納得。起きたよ。来たよ。お前の回だからちゃんとしてくれる？本当に。妖怪好きなのわかるけど、お前はアニメオタクだろ？今やってんのは異次元少女ポポリン編だぞ。頼むよ。大森くんの細かい、細い目が大きく見開かれた。彼の視線はソファーに釘付けだ。口をあんぐりと開け、長い舌で舌の周りを人舐めする。まずい。大好きなアニメキャラクターにうり二つの女性を見つけ、すっかり興奮してしまったようだ。でもこれ違うんじゃなかった？嘘だろ、まさかこんなところに。これでもポスターに注目しんじゃなかった？そうつぶやくと鼻息荒く雪乃ちゃんの方へ突進していく。お、僕は、おい君、慌てて彼女の前に立ちはだかった。あ、これでこっちにして、あのポスターだの方に行ったんだよね。でもじゃあこっち選んでないんで、こっちで行きますか。はい。おい君、慌てて彼女の前に立ちはだかったが、どうやって邪魔だよ。おもりくんは僕を押しのけるとソファーの横をすり抜ける。あ、やっぱりこっちだね。そして壁のポスターを見つめ、簡単の声を上げる。やっぱりこいつも非売品だ。このタッチは、作画監督の有村さんが描いたものだな。すごい。ぼっこちゃんを描かせたら右に出るものはいないな。いや、原作者なんだからそうだろうよ。ポスターに描かれた女の子ばかりに目をやり、すぐそばの雪乃ちゃんには見向きもしない。どうやら僕の、僕のだったようだ。憧れのアニメキャラにいくら似ていても関係なし。おそらく現実世界の女性にまるで興味がないのだろう。もう酔っ払うと興味出るよ、この人。あれ？何？ところで困ったことになったぞ。口ひげを撫でながら神林さんは眉を八の字に歪めた。オーナーが119番通報したのだが、この大雪のせいで救急車の到着はかなり遅れるそうだ。この場に看護師の卵がいてくれて本当に良かった。そうでなければみんなもっとパニックになっていただろう。あら、あなたのお友達は？京香ちゃんがみゆきちゃんに尋ねる。あ、さとみのことだね。あはは、見当たらない。私は何の役にも立たないからって、食堂でワインを飲んでますけど。のんきなものだ。苦笑とともに僕の口から大きなくしゃみが飛び出した。お前風邪ひいたろ、絶対。お前風邪ひいたろ。お前ら風邪ひいたろ。イソジン持ってねえだろ、お前ら。ルルアタック EX も持ってねえだろ。そういうとこだよ。そういうとこあるよ。そういうとこだよ。露天風呂で吹雪に吹かれ、二人とも体を冷やしてしまったようだ。これはまずいな。風邪をひきかねない。池谷さんが言った。
見れば上着がかなり濡れている。もう着替えておいで。一旦部屋でローズさんが言った。それならあなたたちお風呂に入ってきたらどう？ああそれがいい。ここの温泉で温まれば風なんて吹き飛ぶよ。食事が出来上がるまでまだしばらくかかりそうだしな。看板師さんがひげをなでる。じゃあお言葉に甘えて先に一風呂浴びてくるか。池谷さんが濡れた上着を脱ぎにかかった。ここで脱ぐん？ちょっとここで脱がないで。女子がいるから。女子がこのままだと本当に風邪をひきかねない。何度言うねん風邪ひきそうって。もう分かったよ風邪ひきそうなのは。僕も同行したいが池谷さんと一緒というのは気乗りしなかった。おお、そうかそうか。これで大森くん誘って大森くん行ったんだっけ。誰も誘わないでおこう。看板屋さん、誰も誘わないでおこう。でもそうしたら二人きりになっちゃうってこと？看板屋さん行かなかったっけ一緒に。まあ、いっか、看板屋さん誘うか。誘ってみよう。よかったら一緒にいかがですか看板屋さんも。ああ、いいね。そう言ってもらってほっとした。ああ。看板屋さんの口調で言っちゃった。池谷さんと二人きりで気まずい気分になるよりは三人の方がよほどマシだ。あなたお酒飲んでるけど大丈夫なの？ローズさんが心配そうに尋ねる。バカにするな。あの程度のビールで酔っ払ったりはしないよ。そう答えたものの、すでに神林さんのろれつはかなり怪しかった。おう、これで三人で行くね。はいはいはい。女湯同様、脱衣所はまだ使われた様子がなく、カゴも整然と並んでいる。あれ、でもこっちに遺体があるんじゃなかったっけ？確か。あれ？ない？あれ？外か。まさけ湯船飛び込んだ。あ、飛び込んだ。ややぬるめのお湯だが、ちょうどいい。のぼせることなく、何十分でも使っていられそうだった。硫黄の匂いがするが、慣れてしまうとさほど気にならない。白濁したお湯は少しぬるりとしていて、いかにも美容に効きそうな気がする。目を閉じてお湯の感触を味わっていると、あの二人が続けて入ってきた。お、入ってきたね。神林さんも、池谷さんも神林さんもお湯に浸かると同時に快感の吐息を漏らした。っていうかさ、池谷さん入れ墨ある人じゃなかったっけ？親父臭いと思いながらもついつい出てしまう声だ。京香ちゃんも同じような吐息を漏らすのだろうか。妄想が膨らんできますよ。その姿を想像してにんまりと頬が緩んだ。手のひらで顔をこすりながら神林さんが言った。あの女の子が叫んで失神した時にはひどく驚いたが、まあ何事もなくてよかったな。いや、この後ですよ。この後。人騒がせな女の子です。池谷さんは失笑した。つられて神林さんも笑みをこぼしたが、逆に僕の表情は固まってしまった。さっき調べた時、見違えるようなものなんて何もなかった。もしかして、目の前のお湯を見つめる。白濁したその液体は湯船の中の僕の体を完全に隠してしまっていた。試しに右腕を動かしてみたが、波が立つだけで足そのものは全く見えない。そこに誰かが沈んでいたとしてもきっと気づかないだろう。もしやもしや、雪乃ちゃんが見た人は、うわぁ。え、これ前は、いや、そうだろうか。あ、そうか。何がそうなのって思ってこれにした気がする。ゆきのちゃんが見た人は、でもこの話の流れだと、これだよね。よし。今も湯の中に沈んでいる？そうだ。湯船の中まで丹念には調べなかったのではないか。あー、立ち上がった。気づく。たとえそうだったとしても、今すぐここから飛び出して裸で女湯に行くわけにもいかない。雪乃ちゃんの錯覚ということもまだあり得るし、まだ無理に、ん？無理。何これ？何これ？おとり？無理おとり？
おとり手じゃないのこれ。無理、虫。あ、違う。虫。無理じゃない。あまり虫。わか、うん、に、あ、動いても、人騒がせなだけだ。風呂を出て、まずはみんなに僕の考えを説明しよう。それから改めて調査をすればいい。どうしたんだね。看板さんが驚いた顔をして僕を見上げている。いきなり湯船の中で立ち上がって考え込み出したのだから当然だろう。このままだと話しにくい。僕は腰をかがめ、また湯船に浸かった。思い出したんです。僕は池谷さんの顔を見た。さっき女湯を調べた時、湯船の中までは見ませんでしたよね。ああ、そういえば。池谷さんの表情が変わった。僕が何を言いたいかすぐにピンと来たようだ。つまり湯船の中に？そうです。しかしだとすると、あのおかっぱの子はどうして存在に気づいたんだ？まだ服を着ていたから湯船に浸かる前だろ。もっともな疑問だ。あ、バカなのバレるよ。カイト、安易なのバレるよ。雪乃ちゃんが見た時はまだ湯船の外だったんです。ところが何らかの理由でその後湯船の中に沈んだ。何らかの理由とは？わかりません。でも例えば気を失っていた人が目を覚まして歩こうとして足を滑らせたとか、あるいはそもそも半分沈みかけているところを目撃されたとか。半分沈みかけているところって。なるほど。池谷さんは納得しかけたが、いや、しないよ。いや、いろいろと考えるね。看板さんが、わっはっはと、快活に笑った。だとすると、沈んでいる人は溺死していることになるな。笑い事じゃありませんよ。僕はそう言ったが、彼女の錯覚じゃないのかね。テレビドラマじゃあるまいし、そんなに簡単に人が死んだりはしないよ。看板屋さんはあくまでもにこやかだ。いや、だいぶ死にますよ、このゲーム。確かに、こうやって平和に温泉に浸かっていると、そう、物騒なことを考えるのがバカバカしくなってくる。だいたい誰なんだい、その沈んでいる人というのは。看板屋さんの質問に僕は、わかりません。わかりませんが、気になっている人はいます。赤木さんという人です。赤木さん？宿泊者ノートの一番右に名前が書いてあった人ですよ。ああ、そういえば私たちがこのペンションへ来たとき、玄関に女物の赤いスニーカーがあったな。看板さんが答える。その人の姿は僕まだ一度も見てないんです。お二人はどうです？それらしき人なら見かけたよ。え、そうなの？顔をバシャバシャと洗いながら看板さんが答える。6時頃だったかな。ラウンジでくつろごうと思い、妻と一緒に階段を降りてきたら、玄関のそばに赤い服を着た女の人が立っていてね。どんな方でした？さあ、私たちの気配に気づいた途端、顔を伏せて逃げるように走り去っていったから。ああ、これは、でもさ、走り去る理由ないよね。ここのあの殺されちゃった、あの、オーナーだとしたら。そういえば、看板さんの話を聞き、裏庭で見かけた赤い人影のことを思い出した。あれも赤木恵美だったのだろうか。その話を口にすると、いるかいないかよくわからない人の気配を感じてこそこそ逃げ回るなんて、まるで座敷わらしみたいだな。おい、やめろやめろ。もう妖怪編行きたくねえんだわ。まだ行きたくねえんだわ、そっちには。看板さんは少年のように口元をほころばせた。10人しかいないはずのお客さんが11人いるっていうのも、やはり座敷わらしの仕業なのかもしれない。でもその人、宿泊者ノートに名前を残してるんですよ。座敷わらしがわざわざ名乗ったりしますか？それもそうだ。はっ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 は。彼はまた大声で笑った。ま、気になるのなら後でいくらでも調べてみればいいじゃないか。
もし湯船の中なら今更慌ててもしょうがない、しょうがないし。不謹慎なことを冗談めかして言うと、神林さんはタオルを肩にかけて湯船から上がった。さて、お楽しみの露天風呂と行くか。あ、ここで見つけるのか。え、本気ですか？池谷さんが驚いた顔で神林さんを見上げた。もちろんだよ。これが楽しみで来たんだ。入らないでどうする？そう言ってガラス戸に手をかける。どんだけ物好きな人なんだ。僕と池谷さんは顔を見合わせた。しかし神林さんはあの吹雪を、直に見ていないからあんなことが言えるのだ。外に出てその凄さを目の当たりにしたら悲鳴の一つでも上げて戻ってくるに違いない。この悲鳴は違う悲鳴なんですよ、きっと。露天風呂のガラス戸が開き、雪混じりの冷風が飛び込んできた。顔が痛いほど冷える。僕はたまらなくなって目をつぶりながらなおも体を沈めた。これはでもさ、このうわーは完全にさ、寒いくて、こう吹雪がすごいわーじゃないもんね。思った通り、露天風呂から悲鳴が上がった。やっぱり、僕は笑いながら露天風呂の方を見た。しかし、はい。そうなんです。浜井さん？池谷さんは弾かれたように立ち上がり、湯船から出た。おお。そして露天風呂へ向かう。確かに今の悲鳴は少し様子がおかしかった。池谷さんに続き僕も立ち上がった。おったよ。ここで見ちゃうよ。雪混じりの風が容赦なく襲いかかる。寒いのではなく痛い。まるで全身に銃弾を浴びているかのようだ。寒さをこらえ二人の視線の先を見る。ぐきゃーって言う？まあ、多分本当にこの状況になったら多分悲鳴とか何か言えないような気はするけどね。予期せぬ光景に僕は喉が張り裂けんばかりの悲鳴を上げた。あまりの驚きに寒さも吹っ飛んでしまう。何ですかこれ。何ですか。君は声はでかいんだな。鼓動が破れる、鼓膜が破れるかと思ったぞ。少し落ち着け。池谷さんは顔をしかめてそう言ったが、わざとそんな言い方をして自分自身を落ち着かせようとしているみたいだった。あー、怖い。そうだね。そうでしたね。そうでしたね。読めって感じでね。読みまーす。その女性は真っ赤な防寒着を身につけている。冬場の工事現場で見かけるようなおしゃれ着とは程遠いジャンパーだ。白濁したお湯の中に揺らめく赤は体内から流れ出した血のようにも見えた。もしかして赤毛エミさん？でもどうして男湯に？一層激しく降り始めた雪に僕の言葉はかき消された。もう事件が起こりましたよ。そのまま食堂へと駆け込んだ。驚くみんなの前で池谷さんが今あったことを説明した。向井さんはテーブルに並べようとしていた皿を割り、ローズさんは顔を両手で覆った。でも向井さんがこの今偽向井さんっていうかさ、偽オーナーが殺してるんだよね。でもね、ちゃんと動揺したふりをしてるんだ。ここでもオレンジジュースを飲んでいた大森くんは一気に青ざめ、京香ちゃんも黙り込んだ。ただならぬ気配を感じてみゆきちゃんもラウンジから駆けつけてきた。窒息しそうになるほどの、重苦しい空気が室内に漂った。苛立たしげに神林さんが口を開く。救急車はまだ到着しないのか。電話してみます。みきちゃんは携帯電話を取り出すと震える指でボタンを操作し始めた。向井さん、浴室まで来てもらえますか。
あ、大盛りだったっけ？君も頼む。なんで僕が？池谷さんに名前を呼ばれ、彼は激しくかぶりを振った。彼女をあのままにはしておけないだろう。一刻も早く湯船から出してあげないと。ちょっと無理無理だよ。だって死にかけてるだろう。そんな人触れないってば。あ、連れてかれた。嫌だ嫌だ。おもちゃ売り場の前でダダをこねる子供のように大森くんは激しく抵抗した。しかし筋骨隆々の池谷さんにはにかなうはずがない。おー、そうだったね。これを引っ張り上げる。宙を見上げた目は食卓に上がる魚と同じ色をしていた。あー、怖いわ。死んでいるのは明らかだった。湯船から上がると途端に遺体は重くなった。大森くんに引き戸を開けてもらい、引きずりながらなんとか脱衣所まで移動する。寒くてかなわん。そう言って看板師さんはすぐに浴室へ引き返した。寒いとかそういうことじゃないよね。もうね、こんなことになってんだよ看板師さん。明るい場所に横たわった彼女はどこか異形のものに見えた。思わず目をそらさずにはいられない。大森くんは遺体を見るなり、おうとし始めた。うえ。洗面台の鏡を見ると僕の唇は紫に変色していた。池谷さんも歯を鳴らしながら尋ねた。歯を鳴らしながら尋ねるってすごいやり方じゃない？まあ、いいか。鵜飼さん、この人が誰かわかりますか？今日最初にやってきたお客様です。それを証明するかのように真っ赤な上着のポケットから201号室のキーが見つかった。どうやら赤木恵美であることは間違いなさそうだ。でもどうして男湯に？僕がそう言うと浴室から看板師さんの声が聞こえてきた。多分誰かが移動させたのだろうな。どういうことです？あ、かわいいやつ。かわいいやつ。看板師さんのお茶目なやつ。看板師さんは肩まで湯に浸かり、顔だけこちらへ向けていた。体が見えないので、まるで生首がぷかぷかと浮かんでいるみたいだ。あのおかっぱ頭の女の子が、まず女湯で遺体を見つけた。しかし、その後、君たちが行った時には遺体なんてなかったのだろう？そうです。その後、私たちは男湯で遺体を発見した。つまり、女の子が遺体を見つけてから、君たちが駆けつける間に、何者かが遺体を女湯から男湯へ移し替えたのだ。何のために？鵜飼さんが眉間にシワを寄せた。どうやら、看板師さんの推測に納得がいっていないようだ。何のためって、そんなこと私にはわからないよ。実際、手を下した者に聞いてみないとな。そもそも、この人どうして亡くなったんでしょう。なるべく遺体と目を合わせないようにしながら僕は聞いた。後頭部に大きな傷があった。雪で足を滑らせて岩に頭をぶつけたか、あるいは誰かに殴られたか。ちょっと待ってください。さらりと恐ろしい発言をした看板師さんを見やる。事故に決まってるでしょ？誰かが殴ったかもしれないって、それじゃあ殺人が起きたことになっちゃいますよ。むしろその可能性の方が高いと思うけどね。え？だってそうだろ？そもそも彼女は風呂場で何をしていたんだと思う？それはもちろん温泉に浸かって。防寒着を羽織ったままでかい？ありえないよ。それよりもこう考える方が自然だ。彼女はどこか別の場所で殺され、その犯人によって露天風呂まで運ばれてきたのだと。意外な言葉に僕は唖然とするばかりだった。でも、どうして露天風呂へ？それはもちろん、遺体を見つからないようにするためさ。池谷さんはとうとうと語り始めた。
ペンション内では誰かに発見される可能性が高い。かといって屋外へ運び出すのは困難だ。でも露天風呂ならなんとかなるだろう。こんな吹雪の日に露天風呂に浸かろうなどと思う人はまずいないし、時間が経てばいずれ雪に埋もれてしまうんだから。僕は黙って聞いていた。遺体を女湯に運び込んだところへ運悪く雪乃ちゃんが入ってきたんだろう。犯人はとっさに身を潜めた。しかし遺体を隠す余裕はなく彼女に見つかったんだ。雪乃ちゃんは慌てて食堂へ知らせに来て、その後すぐに俺たちが来た。警察に通報されてはまずい。だからとっさに男湯へと遺体を移動させたんだ。それはどうだろう。かわいいな、神林さんは。池谷さんの推測に今度は神林さんが疑問の言葉を投げかける。男湯へ移動させたところで、結局遺体はすぐに見つかってしまったではないか。何の意味もなかったように思えるのだが。それは結果論です。本来、今は夕食の時間。鵜飼さんの準備が遅れていなければ、俺たちはまずディナーを楽しみ、その後でお風呂に入ってきたでしょう。それだけの時間があれば、遺体の状況も変わっていたと思います。池谷さんは、よどみなく答えた。さすが一流雑誌の編集長だけある。頭の回転が速い。まるで名探偵みたいだ。私たち三人がかりでも遺体を運ぶのにあれだけ苦労したのだよ。犯人一人で遺体を運ぶなんてできたと思うかね。それは取るに足らない些細な問題です。工夫次第で何とでもなったと思いますが。本当にそうだろうか。遺体を見つけた時、露天風呂の様子を頭に思い描く。遺体を運び出した時の僕たちの足跡は少し雪で覆われ始めていたが、まだはっきりと残っていた。それを見て最初に遺体を発見した時、そこは真っ白で足跡一つなかったことを思い出した。何者かが岩風呂に遺体を運び入れたのなら足跡くらい残っていたはずだ。雪乃ちゃんが女湯で遺体を見つけてから、僕たちが男湯でそれを見つけるまでにかかった時間はおよそ30分。その間も雪は降り続いていたが、痕跡が跡形もなく綺麗に消え失せるとは思えない。不可解な状況に背筋がぞっと冷たくなった。いつの間にか両腕に鳥肌まで立っている。この寒気と鳥肌はおそらく湯船に浸かったくらいでは消えはしないだろう。オーナー、いらっしゃいますか？廊下からみゆきちゃんの声が聞こえた。中に入っても、いや、ダメ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 。まだちょっとこっちはあれだから、まだちょっと来てないから、ちょっと待って。そういう、ダメダメ。いくらおじさんとかでもダメダメ。私ちょっと、カイトも、ちょっと言って、ダメですって。ということで、今回、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今回ここで終わりにして、また次回、これまだ多分妖怪編には行ってないと思う。ポポリン編をやっていると思いますので、また、原稿を集めて、これ最後どうなるのかよくわからないですけど、この話自体は最初のミステリー編とほぼほぼ一緒。ただちょっとやっぱ描写というか細かい描写が違うので、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。